回ってるカメラ。どうも、カチャンネルのカズでございます。というわけで、改めましてどうも、カチャンネルのカズでございます。2021年、初散財、初コストコということで買ってきました。昨年末にいろいろ購入してたんですけども、めちゃめちゃ役立ってね、大雪の時にその食料から少しずつ削り出して食べてったということで、大雪1週間ぐらい外全然出なかったんですけども、ほぼ不自由しておりません。コストコさん、ありがとうございます。というわけで、本日はですね、2021年初めてのコストコ、何買ったのか行ってみたいなと思います。はぁ、疲れた。ほんで、今回のお買い物のポイントといたしましては、まあ最近ちょっとなくなってきたなってやつも購入したんですけども、この後ですね、エリちゃんと一緒に少しね、こんだけどすごいかさばるし困ることもあるので、片付けながらやっていこうと思うんですよ。ほんで、子供にもね、喜んでもらえるとか、そこら辺も考慮してちょっとやっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。まあ、というわけで、ちょっと机の上すっきりさせてこう。これ大変なことになってるよ。はい、というわけで行ってみます。はい、まず、もう毎度同じプレミアムタオル、また買ってしまいました。2598円でございます。はい、こちらも紹介の余地もないでしょう。はい、一度使うと中毒性が高くやめられなくなるというね。まあ100円ね、100均とかに売ってるペーパータオルの方が1枚あたりとか安いとは思うんだけども、すごい頑丈だからさ、いろんなところに使えてしまうのよね。ほんとこれはね、買わん方がいいと思う。ハマっちゃう。ちょっと高いからね。はい、さあ、というわけで、解説入れながら行きましょうか。はい、今回もね、IKEA さんのバッグ持っていきました。コストコなのに IKEA さんのバッグね、これいっぱい入るんよ。だから冷蔵物は、コストコ、ほんで冷蔵物じゃないものはこっちの方にぶっ込むということでやっていきたいなと思います。ほんで今回ですね、はい、前行った時にね、ディナーロール、そして、マスカルポーネの2つ買ったんですけども、味わいとしてはね、マスカルポーネなんかちょっと脂っぽくて、好きは好きなんですけども、なんかね、絞むんだよね。凍らすと絞んだりとか、なんかすげえ傘が少なくて残念になってしまったので、今回ディナーロールにいたしました。はい、こちら458円でございます。ほんで今回のルールといたしまして、やっぱりコストコでいろいろ買うとね、冷凍庫とかパンパンになってしまうね。冷蔵庫、冷凍庫パンパンになってしまうあるあるで、特に冷凍庫ね、パンって結構かさばるんですよ、これって。だから今回のルールとして、1つまで1種類までというルールを私選定いたしました。皆さんもね、これ2種類とか買うと、もう大変、冷凍庫大変なことになるからね、やっぱね、1種類ぐらいがいいんじゃないのかなと個人的に思っております。はい、そして、朝ごはんのお供にということで、やっぱストックしておくという考えのもとで、やっぱ便利なのがね、朝ごはん。ほんで、まあ子供がね、なんだろう、日によって食べたり食べなかったりとか、まあそれもね、食育の一つだと思うんですけども、もうほんと食べなくて困る。ほんでその時に気軽に出せるものとして、先ほどのね、コストコのパンもそうだし、はい、こちらフルグラ、はい、こちら購入してきました。価格が、860円でございます。たっぷり、そして脂質 70% オフ。ただ糖質がね、オフではないから、ある程度のカロリーはございますということで、そしててんてれーんと、はい、減塩醤油、はい、こちらも別に私たちこだまりございませんので、日本組のやつ698円でございます。ほんで特にこちらと、なんか日持ちしそうなね、醤油って基本開封しなかったら日持ちしそうということで、まあいっぱいあっても特に困んないというものでございます。はい、そしてクリラップ、三井で798円でございました。大きなね、もうちょっと横幅広タイプのやつもあるんだけども、我が家では圧倒的にこの幅狭のやつ使うことが多くて、はい、今ぐらいの大きさのやつを使っております。だいたいこう横幅22センチの 50m でございます。あ、そしてじゃんじゃじゃーんと、はい、もういろいろスーパーとか回るのもめんどくさかったので、ネギいっぱい買ってきました。ネギ大好きなんですよ。今回ですね、ネギある程度の太さだよね、これだとある程度の太さ、それがですね 1,2,3,4,5,6,7,8,9本、9本入りまして598円。まあただこれ安いのか高いのか、ちょっとそこら辺はね、わかんない。やっぱ福井県
県ね結構そのネギ、このネギ結構育てるの有名なところがあるので、あのスーパー行くとね、なんだろう、100円とかでまあまあ立派なの売ってたりするんだよね。だからこれ、どうなんだろう、それ価格で比べた時にまあちょっとどうなんだろうっていうのもあるんですけども、まあコストコだからあのめちゃめちゃ安いってことはね多分ないんじゃないのかなと思います。安いのもあるけども高いのもあるといったものでございます。あんまりねその信者になりすぎはねよろしくないと思うんだけども、やっぱ安定して美味しいんだよねっていうね、安定して安いんだよねっていうのがやっぱコストコの魅力であり、これからも利用していきたいなというものでございます。そしてはい、でんでれーんと、カットしめじ 500g でございます。こちら価格が399円でございます。まずこのキノコ類、冷凍保存が簡単なんですよ。ちっちゃなやつに入れて凍らせるだけ、なので取り回しがすごいしやすい、この後の取り回しがねというものになります。やっぱそこも考えてやるとね、コストコ買ってきた後がね気持ち楽ね。何でも欲望のままに買うとね、買ってきた後冷蔵庫入んなくて大変なことになるからご注意ください。そしててんてれーんと、はい、ニンニク買いすぎだろっていうね、ニンニクちょっと欲しいねって、アヒージョ作りたいねって、この後紹介するやつであるんだけども、ニンニクないから買ったらめちゃめちゃ大量についてきてどうしようみたいな。ただね今幸運なことに人と会いません。実際打ち合わせとかないです。はい、なので、問題ないということで、1日1ニンニク食べればさ消費できる。また冷凍しておいてもいいよねということで、こちら購入しました。こちらですね 900g で、698円でございます。はい、こちらもじゃんじゃじゃん、はい、舞茸さんでございます。これもね冷凍簡単ということで、やっぱこれね豚汁、この前ちょっと豚汁に入れたんだけどさ、やっぱ美味しいよねって。ほんでもう冷凍庫の中にキノコグッズみたいなのがコーナーがあるので、今日は舞茸の気分かみたいなね、えのきの気分かみたいな感じで私のとこを選んでおります。こちら、420円でございました。さあそしてじゃんじゃじゃんと、はい、無類の玉ねぎ好きということで、なんと北海道のいいとこの玉ねぎですよ。こちらたっぷり5キロです。はい、ハンバーグに入れてもいいし、餃子には使わんか。あ、でもうちの母ちゃんね餃子にね、あっさり味ということで玉ねぎ入れたりするんですよ。はい、こちら5キロも入って、698円でございます。はい、よっこいせと。わー、重たかった。いや、ほんと買いすぎ注意だよね。さあ、では他にも行きましょう。ちょっと冷蔵の必要なものでてんてれーんと、ブルーベリーでございます。こちらですね、このまんま置いとくと腐っちゃうとか、まあ、食べきれないことって結構多いんですよね。あのグレープとかだと 1.8 キロ入ってたりとかさ、大変なことあるあるで、今まで腐らせたこともあります。だから基本的に半分以上全部冷凍する気持ちで買ってきました。はい、こちら998円でございます。結構食べやすいんだよねこれ。冷凍であってもさ、あの部屋の室温で 5,6 分置いとくと食べやすくなりますと。さあ次は冷蔵コーナーでございます。よっこいせ。はい、まずは国産の、豚こま切れということで、やっぱ料理これやっぱ団地で使いやすい。ほんであの小分けも団地でやりやすい。もうほんと小さなねこの握り拳よりちょっと少ないぐらいの量でさ、バーって分けたりするとか、多分これ10袋分ぐらいできるんじゃないのかな。ほんでそれぞれに応じて野菜炒めに使ったり、あの豚汁に使ったり、お鍋に使ったりと活躍の場はねすごい多いのがこま切れ、豚肉のこま切れでございます。我が家の食事で言うと、まあ、牛がほんと1割ぐらい、食卓出てくるの1割ぐらいで、6割から7割が豚、ほんで残りのなんか3割ぐらいがね、あの鶏といった感じになっております。豚使いやすいよね細切れ。なんかねおすすめのレシピあったらぜひあのコメントの方でよろしくお願いします。ちなみにこちらですね、100g あたり、98円、で 2.2 キロで2227円となっております。はい、そしてこちら、オーガニックのベビーリーフ498円。ベビーなんかオーガニック系多いよねそこさんね。はい、ほんで生卵ということで、こちら20個分で288円、安い。はい、もちろん、国産でございます。 L サイズから LL ということで、まあまあね卵のサイズも大きくて安いっていうものです。はい、てんてれーん。はい、こちらですね、ノルウェー産アトランティックサーモンフィレでございます。ただ今回サイズが大きいもんばっかで、いつも3000円台のさできるだけ少ない量買うんだけど、おっきなのしか残ってなかった。こちら4498円でございます。100g 当たり378円ね。
ほんで、まあ、とりあえず今日はね、下の部分は、この腹のった部分はわさび醤油漬けでね、美味しくいただいて、上の部分はね、細切れにして、きれいに冷凍保存していきたいなと思います。包丁の必要なやつがね、いっぱいあると大変なので、今回多分これだけかな、包丁が必要なの、これだけになってるので、まだこの後の片付けがね、楽になるのよ。そこも重要ね。牛さんとか買った時にはね、大変、牛さんのブロック肉でっかいのになった時とかね、その時すごい大変なので、できるだけ包丁少ないものがいいと思います。包丁入れる必要のないもので揃えると、この後が楽になります。ほんで次が、はい、まあこれも特別、まあ、周りのスーパーと値段差あんまないんだけども、ただの牛乳でございます。578円でございました。ほんでじゃじゃーんと、シーフードパック、これ生食用ということで、溶かせば食べれるんだけども、まあちょっとね、揚げたりしてもね、子供たちの食いつきが良さそうなので購入いたしました。こちらですね、1キロ入りまして1980円となります。ほんでちょっと他、おまけ編で2つあります。はい、じゃんじゃじゃーんと、タイヤの乗せるやつ、ただあんまり大きすぎるやつしんどいかなと思ったので、2つ分ですね、軽と普通自動車用のやつ、2つ分だけ購入いたしました。1つあたり2080円でございます。まあもうちょっとしたらね、もう雪降らんくなるからさ、ノーマルタイヤ敷かれるから、その時に使おうかなと。ガラガラあると絶対楽なのよ。ほんでコストコといったらね、やっぱ時期的なもんめちゃめちゃ早くね、置いてあるんよ。ほんでこれ購入したのは2月の1日なんだけど、まあガンガン冬一番寒い時期だよね。プールガチ売りしてました、いっぱい。はい、こちら、屋根付きのものですね。はい、日差し最近きついので屋根付きのものちょっと購入していました。価格、3380円でございます。早いよね、時期先取り。本当に前クリスマスの時期行ったんだけどさ、もう全然クリスマス関連なかったもん。全然なかった。早い、先取り感がね。あ、ほんで、最後ですね、博多あまお、1398円でございました。以上ですね。総額が、2868円、はい、でございます。ただですね、私エグゼクティブ会員ということで、ポイントがそれなりにですね、たまりやすいということもあって、今回初めてポイント使いました。確か昨年の3月ぐらいに入会したのかな、これ。ただいろいろ今まで購入してポイントがたまってて、8992円分ポイントたまってますけど、どうしますかって言ったので全部使ってきましたということで、支払い総額は、19076円ということで、総額が2868円、はい、なんだか得したなという気持ちでございます。ただそんだけ散財してんだけどね。はい、というわけで本日はこんなところでね、終わりたいなと思います。皆さんもちょっとこれ質問なんだけど、今回結構自分なりに工夫したんですよ。パン類1種類だけとか、その冷凍食品、冷凍庫がパンパンになるっていう恐れを考えて、バランスを整えてたんですけども、皆さんの家にもね、もしあったらルールとかございましたら、ぜひまた共有のほどお願いします。冷凍庫やばいから、こういうのはできるだけ買わないようにしてるとか、一つだけにしてるとか、ちょっとそういったテクニック、何が美味しいとかはね、いっぱいあるんですよ、情報。そういう情報あるんだけども、冷凍庫の管理術ね、冷凍庫冷蔵庫の管理術でここまでにしているというリミッター的なもの、もしあったら皆さんまた共有のほどよろしくお願いいたします。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイバイ。